プテラタカハシどこだ、プテラタカハシどこだ、プテラタカハシ、プテラタカハシ、プテラタカハシ、バカ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 、もういい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 、痛い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 、モイラ引きてんよ、モイラー、モイラ見つけるゲーミングしゃあやるか。モイラやりたいな、一回もモイラ来ない、モイラ、はい、やっていきたいと思う。あっちょっと誰だ今の、分からんな、今の分かんなかったね、誰だか。でもこの中に必ずジャンプダンサーがいるね。いるね、もう一回やってみろよ。でも瀬戸っぽくない今の。いやどうだろう、ギリギリ入ってそうだけどな。いやどうやろむずいな、緊張感走るなここ。はい、まあ、いるな、まあ、緊張感走るなこの世に。俺一年にやるだ、俺一年にかけないとあんまやんないんだしか。え？スナパーユーズのどっちか。はい、じゃ。おいおいおい。誰だ？ないね。だぞ。ここ今してんじゃない？ああ誰？いやー全員入ってんださっきのように。誰だ？あーあーめっちゃいる。おお。誰だ？誰だ？スナッパー。スナッパー。こっちタスクできるわ、ジャンプし。ジャンプしながらタスクできる。わあ。まあそれが打つの可能性もありますけどね。ああスノボさんいない、スノボさんいない、いやもうゆずさん、ゆずさんこれですよもう。これ失礼しました、僕ゆずさんしかないですよもう。しっかり確定されてるじゃないですか、これゆずさんですか。じゃあ、竹夏八バブセトポン足の中にイブゲがいたら多分僕は死にますね、多分。いや僕は今から全員にイブらすんで関係ないです。早く開けてよ、早く開けろよ、あそこ終わるぞ、あれ開かないな、早く開けろよ。おお全然、おお T ポイントカードや、なによち、だいぶ時間ありましたよ、だってまあね、スナパイさんが貨物の金庫をタスク前、おお、まあまあまあそうなりますよね、いるってことだ、自爆、ま、いやジャンプダンサーですね、伊豆さんは。ああ、そうなんだ、なるほどね、ジャンダンだったね、ジャンダンです。トシンさんは無理だろうなっていう感じ。そうっすね、結構無理な人間。ああでもいつ死んでるかわかんないもんな。スナパイさんってそういえばセキュリティでどっか抜けてたよね、なんかね抜けてった。伊豆くんがなんかペイさんいないとか言って、エレキにいたよ、エレキに。瀬戸は無理としか言いようがないな。だから結局貨物なんだもんね。エレキにいたの？エレキいたよ。トッシン、プテハシ、ナツピョン、スナパイがいたタイミングあったよ。まあでも貨物なんだもんね。うん、まあ瀬戸は無理。瀬戸は無理。めちゃくちゃいたよな。さん、うん、いましたね。瀬戸、あ、違うわ。セキュに。めっちゃいたときに停電になって左に寄った人間は厳しそうだけどね。うーん、私ね、うん、そう考えたら真っ先に左が開いてたよ。そうそうそう、直そうと思ったら鬼聞いたから。スナパイさんみんな責任いるときになんか電気ついてたのはって。そうなんよね、だから多分その後だと思うんだよね。夏ピョンできるんじゃね、これシャワーにいたから弁当飛べるんじゃないの。ああ、まあ僕できますね。プテさんとトッシンさんはアーカイブから降りてきたから、そうそう、トッシンさんと僕一緒にいたから間違いないです、うん、ここら辺じゃね。いいよ、モイラ交換したいさ。ナツピョンはモイラに交換されたいんだ、投票集まってくるから、うん、あー、それでこれ別にどこが変わるかもしれないですからね。でもこれナツピョンが死んだら死ぬんだよね。いや、ナツピョンは入れ替わった人が死ぬ。え、入れ替わった人が死ぬの？入れ替わった人がナツピョンさんの役職を持って死にます。そう。あ、そっか。入れちゃったよ。
回みんなスキップ入れてね。僕と。年悲しい。今回あんまり喋ってないのに。年さん。悲しいスライドこれ。年さん。うん。モイラなの？誰と入れ替えてほしい？そうだな。足湯さん。本当かよあいつ。いや、もう白です。何してえ、ただ東京の役職なかったの？トッシーさん一発だったの？確かに。トッシーさんからもらったのはメイヤー。嘘つけ。何だったの？僕はクルーだった。嘘つけ。え、嘘じゃないっすよ。これ、あれじゃない？え、夏ぴょんの役職を持った状態でトッシーさんが死んでるってことは、なんかインポスターが死んでそうだわ、僕。僕の意見では。あ、僕目線は、プテトッシンかなと思ったけど、違う、トッシンさんがメイヤーだったから、まあ、単純にエレキ側から下からなんかキルしてる人がいるんだなって印象。僕はエレキ上に上がってるから。バブケが下から来たって言ってました。僕、下から来ました。貨物にいるんですよ、彼も最後。怪しい。いや、死体を見つめてるランさんを後ろ背中で捉えた瞬間にレポート入ったから。ああ、なるほどね、うん。どうしよう。どうしよう。まあ、でもじゃあ、いるってことだよね、他にね。え？それか、いや、信じるなら。夏ぴょんを信じないよ、僕は。でも夏ぴょんは今はもう来るだと思う。え、その場合嘘つく必要ないから。え、でもあの、夏ぴょん突進の。戻った時のケアじゃない？インポスターで変わっちゃったとかは？戻った時のケアか。戻りケアしてます。いらないのか、戻りケアって。僕メイヤーです。あら、夏ぴょん嘘つきです。お、スキップ入れちゃったよ。まあ普通にそこに人外とかあるんじゃないですか。もう夏ぴょんです多分これ。いやいやいや、僕夏ぴょん殺せるよ全然。いや大丈夫です、これ僕釣ってください。僕あのどうせ殺されると思って役職嘘つきたかっただけなんで。モイラもどうせ殺される。あ、なんかだから結局トッシンさんの本当の役職を言ったら僕撃たれちゃうじゃないですか。ああ、そう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 、だから本当の役職は何だったんですか。じゃあ僕が撃たれるじゃん。嘘つき、まあ、僕はクルーメイトでした。死になさい。クルーメイト、クルーメイト。トッシンさんがまたオイラが交換してくれてるからね、僕のことをね。トッシンさんがインポスターで、ダッシュがクルーだったパターンじゃないこれ。感じで進んでるな。人外も一枚削れて、あとは化け狸が瀬戸が人外と。どうする、どうするの。まあ、こうしてやる必要ねえかもしれないよな。瀬戸全員投げ倒してくれ。いけ、いやー、ナイス。そっかそっかそっか。
すごい気持ちいい。いやセリフ残りないし。セリフ歌すぎるマジで。強すぎやろこれ。セリフと勝てねえよお前ら。セリフ勝てねえよなこれだ。セリフ抜こうぜ。腹立つな。セリフ抜くんだ。天井天月なく花火かな。どこしへと刹那の出会い。するまちゃするまちゃする。